はい皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント高橋貴子です本日のテーマは SNS はあなたの信念を100%伝えてくれるわけではないということについてお伝えしていきたいと思います、えー、SNS ですけれどもね私自身もそうですし皆さんもそうだと思うんですけれども 日常の集客活動とか、自分のブランディングとか、自分の思いを伝えるために使うことって割と普通じゃないですか。で、特に私はこういった動画を撮っているように、昔から動画を多用していた人なので、まあ、動画が多いですあの。伝えている大きな要素として。で、その他にももちろん文章とか本も書きますし、あとブログも書いてますので、 うん、文章とかそういうのもやってますしあとライブ的なものでいうとね、あのーまあ、クラブハウスで喋ったりとかインスタグラムで喋ったりとかもちろん YouTube で喋ったりとかっていうライブもありますし、まあ、ありとあらゆる手段で SNS と呼ばれるもので自分がどう思ってるのかっていうことを発信するっていうのはし続けてるわけですよ。でここ数年やっぱり本を出版してきてる冊数が増えてきているので。 それに伴っていろんな方とお話ししたりいろんな方とあの出会ったりいろんな刺激を受けたりもあってで逆に皆さんが私を見つけてそういう考え方をするタカ子さん好きですとかあのそういうお話もいただくケースもあります。でそれと同時に、まあ、あのそうじゃない方って当然一定数いるっていうのは私あの知っていて。 でそこをまあどういうふうに考えてやっているのかということと、まあ、SNS でまあどういうふうに見られるのか怖くて発信ができないという方いらっしゃると思うんですけれども、まあそういった方とあと、実際に、ね、なんか言われた攻撃を受けたとか、まあ、そういう方も含めてです、ねまあ、ちょっと私が思う見解とか、まあ、こういうふうに私は考えているよというあくまでも私の持論です。 はい。それをね、ちょっと今日はお話し,しようかなと思って、ノウハウっていうよりは今日はどちらかというと精神論、マインドのお話かなというふうに思っていますので、まあ、過去のね、あの、会社員だった時の、まあ、 青かった、若,若かりし頃のとんがってた自分も振り返りつつ、まあしくじり先生的な話も合わせてね、今この50代半ばになってきた私だからこそ若い世代の方に伝えられるという、まあ、そういう内容も含めて今日はね、お話をしていきたいと思います。はい。えー、タイトルですね、あの、SNS はあな,あなたの 信念を100%伝えてくれるわけではないっていう、まあ、このテーマを話そうと思ったきっかけが当然あるわけですよ。で、そのきっかけっていうのはあの朝のね、クラブハウスだったんですけれども久しぶりにあの出会う方がいらっしゃってで私がいろいろなお話をしているときに、まあ、その方がお話のね、途中であの、まま、前からもちろんつながりはあるんですよ。 で、まあ、その方があの言ったのがあのちょ、ちょっと一時期、あの僕、まあ男性なんですけどね、僕、あタガホさんが嫌いになってた時期があってとかつって言って、まあなな何がどう嫌いだったのかっていうところが、なんか、くれくれ成人になってるみたいなことをね、ご本人がおっしゃっていて、で当然私の中では、あのくれくれ成人になるっていう、 主観的にそれをしているっていうことは基本ないし、むしろあのばらまいてる方の方が多いんじゃないかなって自分で思ってるぐらいだったんで、まあそれはそれで意外ではありましたけれども、まあつまりそれを今その人が私に言えるっていうことは、今はそういう感情をあまり持っていないから言えるっていうことで、ある意味とても素直な方で自分の感情にあのそのまんまで生きてる方なんだろうな、クリエイターの方なんでね、まあ、そうなんでしょうって。 いうふうに思ったんですよでまああの基本的にそうですね私 sns で何かを伝える時とかっていうときって一つ決めてることがあるんですで、それは自分の考えを自分がこういうふうに思ってるんだということは伝えるんだけれども誰か特定の誰かに対して どうのこうのっていうことは、まあ、基本言わないようにしているってその思いがあったとしても、まあ、言いたかったら本人に言うっていう感じですねまあ影褒めと呼ばれる本人がいないところで本人の素敵さを伝えるのはもうバンバン言ってるんですけどあの公共の電波を使ってその本人がどう嫌いでとかっていうのは基本言わないようにしているっていうのが、まあ、私のスタンスとポリシーなんですよ。 なのでまあ一瞬朝のその番組の中でですね、まあ、嫌いになってる時期があったとそれでそれはどういうことだったのかっていうのを話され始めた時に、まあ、朝ってそういう、ね、元気な場でっていうふうにあの番組を、ね、主催している人のことを考えると、まあ、どうかなっていうのはちょっと思ったんですけれどもあの別に、えー、その人がどういうふうに思っててまあしかもね 今はそうじゃないから言うってうことを考えた時にはまああのそういうふうになってた時期があってっていうことをねおっしゃっていたんですよそれであの私その時にねその方にお答えした答えがなんて私言ったかっていうとまあ,あの実名は伏せますけれども、えー、じゃあまあ分かりやすいから A さんっていうね、A、ABC の A さんだとしましょう。 A さんが、えー、と私の、ね、どこをどういうふうに嫌いになってで今はそれが解消されてっていうのはあのど,ど,ど,どうでもいいっていうか大変なんだけれどもあの私にはその感情をコントロールすることはできないとただ、一つ言えるのは私の、えー、ベースになる信念はずれていないしぶれない形でずっと発信は続けていると。 なのでそれを聞いた方がどういうふうに捉えるかっていうところまでは私はコントロールできないからそれによって嫌われる場合があるならそれはそれで仕方ないと思っているし好かれるっていうことであればその方たちと思想が共鳴しているっていうことで一緒にいたらいいかなって思ってるっていうぐらいの感覚であるっていうことなんですね。だから私の中ではは信念は一切ぶれていないな 言ってる発信の内容も変わりないっていう自信があるっていうようなことを確か言ったんですその時にでまあその方もねあのちょっと苦笑いしながらねあの <laughs> まああの自分がね気まぐれだからなのかもみたいな形であのね自分を、えー、少しこう 控えめに、ね、するような形にしてくださって話は終わっているんですけれども、あの別に喧嘩をしたわけでもなく、えー、私が思っていることを私は伝えただけだし、A さんも自分が思っていることを伝えただけなんですよね。まあ、若干場所がどうかなって思う部分があるとすれば人のルームだったっていうところはちょっとあるかなとは思いましたけれども、 はい。あの、でも、まあそういう話があったんですよ。だから、それを、話をね、したときに私思ったのが、うんと、ご本人も言ってた言葉がとてもわかりやすかったんですけど、気まぐれっていう言葉なんですよ。うん。要は、うん、好きにもなるし、嫌いにもなるしっていうね、そこまでは発信する側はコントロールできないんですよ。 だってその人の価値観とか人生がどんな人生を過ごしてきたかなんてわかんないじゃないですか。だからすごく単純な話、例えば私が何の気もなく普通に自分が思っていることを人を傷つける意思も意図もなく言ったある一言がある人にとってはものすごく傷つく内容だって思う人ももしかしたらいるかもしれないし、 ある人にとってはその一言で人生が変わるぐらいの励ましを受けたっていう喜びの声になることもあるのでこれを計算しながら全方位、全方向に好かれるように話をするのは不可能なんですよこれすごくやっぱりね気にする方がいてこんなことを言ったら人にこんなふうに思われるとか嫌われるとか ってていうのを気にしてだから発信できないっていう人いるんですけれども私の信念は違っていてまず、えー、と自分のじゃあなぜ思いを言うのかって言ったら私の思いないしは私の商品サービス、えー、私の思考を届けることによってその人の人生が変わって必要な人がですよ。必要な人が 人生が変わって幸せになればいいって思って言っているんですよ。まずそれが大前提なんですよ。これめっちゃくちゃ大事なことなんでもう一回言わせてください。私が外に向かって発信していることは私の人生を肯定してほしいとか褒めてほしいとか自慢をしたくて言ってるんじゃないんですよ。 私の考え方とか、私の過去やってきた経験とか、それを伝えることによって、必要な人、つまり今同じような状況で悩んでいたり、泥沼の中で沈みそうになっていて、一ちの答え、光が欲しくってもがいている人とかに届いた時に人生が激変する可能性があるかもしれない。 人に向かって私喋ってるので途中の人がどう聞いてその人が傷つくとかっていうのはコントロールこちらではもうできないっていう諦めてるんですよねだけど届けたいのはその人だけなんですよだからそのもめちゃめちゃ苦しんでない人だって別にいいんですよ届いてあいい話聞いたなよし私明日から頑張ろうってちょっと元気になったよ レベルで全然 OK なんですよ。そのために私は私の言葉を外向きに話し、そして物も書き、発信をするっていうことをしているのは、どこかでこれを読んだ、聞いた誰かが幸せになったらいいと思ってるからなんですよ。まず、これがね、私の信念なんです。ということは、その言葉が受け取れないタイプの人、共感できない人には伝わらなくていいと思ってるんですよ。 なぜならば、その人が受け取ることを拒否しているからです。単的に言うと、私を嫌いって思う人は、私の言葉なんて聞く必要ないし、お互いに気持ち悪いじゃないですか。嫌われてる人のことを、えー、考えながら、その人に好かれるように話すなんて私できないし、あの、必要な人だけに届けばいいと思って話しているのでね。だから、それがどういうふうに誤解されるかどうかっていうのは、 うーん一般的に誤解されないようには努めてますけど、えー、そ,その人がそのように捉えたら捉えられるということなんですよ。だから自分がその気がなくたって相手がものすごくエスカレートして勝手に怒っちゃうことだって SNS 上では普通にありえることなんです。だから自分が伝えたことは 自分が伝えたいように100%伝わるなんて思わない方がいいっていうのが SNS の世界ですはいでじゃあここで2つに分かれますよねそれを使うのか使わないのかそう思われるのが怖いから使わないっていうのだって全然ありですよ仕事しないんだったら私は仕事の領域で SNS 使っているし もちろんそれはプライベートと仕事がごっちゃになっているタイプの人なので楽しいこととかいろいろ発信すれば同じような趣味の人が寄ってきたりとかそういうことも全然普通にあります。だから、まあ、ごちゃごちゃで使ってるのであのどっちでもいいんですけど一つ言えるのは高橋孝子はこう考えるっていう意思を持って発信をしてるっていうことなんですよ。誰か の、その届けたい誰かはいるんだけれども、誰かが文句言ってくるから自分の発言控えようとかいうことはないんですよ。大人ですからね。主義主張はその人その人ごとにあるので、そこは構ってられないんですよ。伝えたい人に伝えるための発信量が必要になるからなんですよね。つまり、嫌われるのを恐れずに発信を続けるっていうことなんです。 等身大の私でです。これ、等身大っていうのも結構大事で、あの、そういったことを気を使いながら喋ると等身大じゃなくなりますよね。逆に、その時に言われた時に無視,無視できるっていうか、スルーできる自分でいるっていうことの方が、むしろ大事だと思っていて、その根拠は、その人の価値観は私の価値観と違うし、人生観も違うから、 理解できない人はお互いに理解できないんですよ。<laughs> あの歩み寄ればもしかしたらできるかもしれないけど、SNS 上で勝手に思われることに関しては、もうどうしようもないんですよね、コントロールが。だからコントロールできないと思って SNS を使うっていうことが、まず SNS を使う場合には必要かなと思うのと、自分が決めているポリシーは貫けばいいと思ってるんですよね。 で私が一つ決めているのはそういった信念を持って話をしているという救いたい誰かがいるという人に向かって話をしているという私の信念ですね。でそれがあるということとあとあのどこの,あのサイトを見てもらってもいいんですけれども私が言っていることは一貫しているんですよあの自分の信念に基づいて話をしているから。 だから誰かに向かってこれを伝えるからとかおとなしくしようとか誰かに向かってこれを言うからそこは気を使い隙を使って言うのをやめようとかそれはないです。まあ、よほどの方が、ね、いらっしゃればその方はメッセージとかねくださるのかもしれないんだけれども、あのー、それを全部取り入れてると何も言えなくなりますしね。 はい。というか、あまり言われないんですけど、基本的には。<laughs> はい。あの、だから、そういった信念っていうのは結構必要なんじゃないかなと思ってるんです。SNS 扱う上ではね。だから、ま、逆に言うと気にしないっていことです。コントロールできないから、人の感情は。自分の感情はコントロールできます。人の感情はコントロールできません。はい。これがね、まずポイントです。で、それが、まあ、ま、あイさんのところで改めて感じたので、 伝えようかなと思った一つの話ですねもう一個はねうんと何ていうのかな会社員だった時にある程度こういろんなね経験をするわけですよその会社の中で特に新入社員だった頃かな、あのー、その会社っていうのは、まあ、女性がすごい多いところだったんですけれども。 でお茶組当番っていうのが入社何年ぐらいまで続くのかな5年生ぐらいまでは、えー、と順番に回ってくるんですよ、そんで25人分ぐらいお茶入れお茶っていうかコーヒーですねコーヒーヒをあのコーヒーメーカーで落として、えー、とこう振って入れるミルクと砂糖っていうのを振って入れるのがあるんですよでミルク1とか砂糖2とかでそれが全員の表になってるんですよ。ミルク1砂糖 二とかなんか120とかね。それを見ながら、誰それさん1212って言って、その、あの、リストに書いてある順番にこう、湯呑み茶碗並べて入れていくわけですよ。で、まあ、あの、ある程度ね、担当してると誰が何と覚えてくるので、表見なくてもいいんですけど、で、その、まあ、湯呑みをね、それぞれ皆さんが朝の仕事する前に配るっていうのが、まあ、新入社員から5年目ぐらいの人までかな、順繰りにやっていたんですよ。で、 その時に、まあこれね、ほんとちっちゃい話で、後で分かって、そうなんねって思った話なんですけど、私、ちょっと事務処理をやる担当の日だったんです。で、その日は先輩がゆゆあの、お茶入れ担当の日だったんですよ。で、あの、たかこ、さんはっていうね、あの、確か、えっと、砂糖1、ミルク1だったよねって聞かれたんです。 で、聞かれたから、あ、私、あの、砂糖ゼロミルク1ですっていう話を言ったんですよ。だって、私の感じ、そういう感じじゃないですか。私、砂糖入れないからっていうところで。聞かれたから答えただけなんですよ。でも、受け取ってます。それで、あ、ごめんね、間違えちゃったって言われて、その先輩、めちゃくちゃ心根のいい人で、優しい人なんですよ。 であえ、あ、全然大丈夫ですって言って受け取ったんですよ。これって何もなくないですか会話上。なんかおかしい点感じましたかで、これが後で分かったのが、あの、実はその会話をね、聞いてた何人の方、まあ、女性の先輩とかいるんですけれども、その方たちがそれこそロッカーとか裏で、あの新入社員の、まあ、高橋は当時芹沢なんですけど、芹沢さんが、 その先輩が入れてくれたお茶に対して数が違うっていうのを言ったみたいな話が結構話題になってざわついてたっていうのを半年後ぐらいに聞いて私は衝撃を受けました <laughs> だってあの合ってるかどうかを聞かれて違ってますだけどあ大丈夫ですって言ってもらったんですよ私それなのにあの <laughs> それが違うみたいに言われて、あの、なんか生意気みたいな話になっている。たっていう過去の話を言われて、まあ、ある時ですよ、その先輩の一人から、それ衝撃を受けました。まあ、あの。ど、どういうふうに捉えるかというと、その職場の気質とか。うん、まあ、その、なんていうんですかね。 その方たちは特におつぼね様と呼ばれる方がその場の雰囲気を支配してるとその人がピンと来たりとか言うとやっぱ誰かを示して誰かをこう言いたくはなるんでしょうね、まあ、そのネタを言いたかったのかもしれないし、まあ、誰が言いったんで言ったかどうかなんて、まあ、探るのも面倒くさかったんですけどあ、そういうふうにしてなんかちいちゃいことをこだわってロッカーで話すんだなっていうのが まあ、女性の塊って面倒くさいなっていうのをその時思ったのが私の感性なんですよ。で私はあの言われたことに答えただけなので,でしかもそれでね先輩にお茶を入れさせ直させたんだったらそりゃ話題になってもいいと思いますよだけれども私そのままいただいてるわけでだから、まあ、その先輩いもくどんな状態でもお茶入れてくれたんだからありがたくもらっとけよみたいなことだったかもしれないんですけれども。 私は11だったよねって聞かれてその後も11になっちゃうと違うと思ったから01ですって言っただけなんですよ。それだけなのにそういう話をする人たちがいるっていうことを分かったのが入社した時の1年目の時に分かったことです。だからあの自分がどうであっても他人ってあその通りに取ってくれないケースとかってあるんですよ。しかかも勝勝手手にに噂と勝手になんか そういう部分を広げていく。で、当然私がそういうふうに言われるっていうことは、あの、他にもねあの、ちゃんと主張していた人だったからだと思います。あの、間違ってることは間違ってるし、合ってることは合ってるから、あのその白黒の付け方がね、グレーの部分も持っていたつもりですよ。つもりだけど、業務上ってそうもいかないときあるじゃないですか。で、それをきちんと話をして、私は、 解決したいタイプだったんですけれどもそこ曖昧にしたい方からするとすっごい嫌な人に多分見えていたはずなんですよ。なのでまあそのちいちゃい話でもそんなレベルですよだから自衛系になって何が良かったかっていうとうん思考の方向性が合う人と付きあえるっていう自分で選べるっていうことが 一番いいなと思っていて会社だと先輩も選べないし上司も選べないし後輩も選べないんですよね会社が採用するからその中で折り合いをつけながらうまく付き合っていくっていうスキルあとそれに加えて内部の方もそうだし外部もですよねお客様営業職だったんでものすごいお客様いっぱい <laughs> 接していろんな方といろんな話をしてっていうところを全てクリアしてやっていくっていうのはやっぱり会社員の人ってねそれだけでもすごいスキルだなと思いますよ。私はやっぱりね自由度が足りないところでは自分の創造性とかやりたいことがやりにくかったのとあとやっぱりスピード感がこう思ったらこうやりたいっていうスピードには会社決済とか根回しとかがいろいろ面倒でですね 時間かかるのが嫌だったんですよ早くやりたかったんでだからやっぱりもともとないですよね、はい、なので、あのー、そういった過去からもずっと私は一貫してるのは自分に嘘をついて曲げてその場を適当に合わせるっていうことができないタイプの人だったんですよなので上司と喧嘩することもあったし あのー、喧嘩って言ってもあれですよちゃんと納得できるように話し合いしましょうが人から言うと喧嘩ってことになっちゃうんですけれどもねでそういうこともやってたこともあるので基本はその人がまあどういうふうに考えてどういうふうに思うのかっていうのをちゃんと理解したくて話し合いたいっていうタイプなんです私はね。だけれどもそれをすべての人がよしとするわけでは ないですよなのでその付き合い方を選べるっていう意味でもまあフリーランスとかね自衛とかの人たちっていうのは自由ですよね選べるからだから私はその気持ち悪いことを「はいそうですね」って言いながら笑顔でへつらいながら仕事をするのができないタイプだったっていうだけのことなのでその状態は 今も基本貫いてますなのでものすごく好いてくれてる人は好いてくれてるけれどもまあ一定数まあ心の中でねなんだよって思ってる人がいるっていうことも理解はできてますそれが別に直接的に言われるか言われてないかの違いなだけでこれは私に限らず皆さんも同じ状況になってるはずなんですよ100 10人に、まあ、10人中10人に100%好かれるってことは、稀にいます。そういう仏様みたいな存在の方いるんですけど、かなり一般的には少ないですね。特に個性が際立てば際立つほど、めちゃくちゃ好かれてめちゃくちゃ嫌われるみたいな形なんで、あの、芸能人なんかね、すごくいい例じゃないですか。このすごく好かれる。 一定のファンの人にめちゃくちゃ好かれるんだけれども、一定の人にめちゃくちゃバッシング受けるって。だから、芸能人の人たちってやっぱマインドフルネスじゃないとですね、強くないと、やっぱね、タフじゃないとやってけないよねっていう、アスリートレベルでもそうじゃないですか。ものすごい、誰が見ても素晴らしいっていう人なのに、一定数やっぱりそれを批判する人って絶対いるから、世の中って絶対批判する人いるんですよ。だから、 あの考えなきゃいけないのはその批判の声が怖いから言わないとか前に進まないっていうことじゃなくて自分のサービスとかうん商品を必要としている人が届いて幸せになることの方が幸せですよねっていう方に自分のベクトルを振ってほしいんですよね。だからそのために必要な SNS は使うツールとしてはとても 有効なツールなので、うん。そこを恐れて言えないよりは伝えたい。人に伝えるために、そこの声は上手に無視する。<laughs> スルーするっていうマインドがある方が多分、自分のストレスも少ないと思います。それであんまり、あのそこに対して反応しなければ、ufo もあの面倒くさくなって多分言わなくなるので。し人の心は？ こちらではコントロールできないっていう諦めを持つっていうのも反応しないっていう意味ですごく大事なマインドじゃないかなって改めて思っているので今日はそんなことをお伝えしてみました。はい。ということでまとめに入りたいと思います。え、SNS はあなたの信念を100%伝えてくれるわけではない。だから嫌われずに恐れずに発信を続けることが 自分が本当に救いたい人に届く手段ですということをお伝えしたいと思います。はい、本日は以上になります。それでは。